今回は7月から申し込みが開始され、注目度が高まっているマイナポイントに関する説明会を実施します。マイナポイントは、9月からスタートする国が行うマイナンバーカードを利用した消費活性化策で、キャッシュレス決済を利用したお買い物に対して25% の還元が行われる制度です。制度期間中における1人分の上限は、2万円分のお買い物に対して5000円分のポイント還元となっています。例えば、3000円のお買い物、1万円のお買い物、7000円のお買い物と分けて買い物をしていただいても、期間中であれば上限2万円になるまでマイナポイント制度の対象となります。家族4人だと5000円分かける4人分で2万円分お得になりますので、見逃せない制度だと思います。ただ、予算上限に達すると終了になることから、先着4000万人限定で利用できる制度となります。マイナポイント制度はプレミアム商品券のような制度ですが、キャッシュレス決済を利用する必要があります。キャッシュレス決済とは、現金以外の手段によって支払いをするものです。キャッシュレス決済には現金管理が不要、お会計が簡単などのメリットが利用者、事業者ともにあり、国ではキャッシュレス決済を推進しています。マイナポイントの対象となるキャッシュレス決済は、Suica や和音カードのようなチャージ式 IC カード、PayPay や auPay などのスマートフォンを使った QR 決済がメインです。代表的なサービスは資料に掲載している通りですが、他のサービスもありますので、国のホームページで確認をお願いします。マイナポイントの利用方法についてご説明します。マイナポイントを利用するためには、まずマイナンバーカードでマイナポイントの予約を行っていただきます。マイナンバーカード上でマイキー ID を設定することでマイナポイントの予約ができますので、すでにマイキー ID を設定している方は、改めてマイナポイントの予約をする必要はありません。まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、お早めに申請いただくことをお勧めします。次に、マイナポイントの申し込みを行っていただきます。マイナポイントの予約・申し込みの方法は大きく3通りあり、1つ目はスマートフォンで予約・申し込みをしていただく方法で一番お手軽かと思います。多くの機種で対応しておりますので、ぜひお試しください。2つ目はマイナポイント手続きスポットでの予約・申し込みです。郵便局やコンビニのマルチコピー機、携帯ショップ、イオンなどで手続きが行えます。手続きスポットは国のホームページで公表中です。3つ目は市役所に設置している支援ブースで予約・申し込みをする方法です。いずれの場合もマイナンバーカードとその4桁の暗証番号が必要です。申し込みをされる場合は、選択するキャッシュレス決済サービスの情報も必要となります。予約・申し込みが完了いたしますと、9月から実際に利用開始となります。9月から3月までの間に、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をするとポイントが付与され、いつもの買い物などで利用できます。このポイントは選択したキャッシュレスサービスのポイントとして付与されますので、例えば PayPay を使った場合は PayPay のポイントが、auPay を使った場合は auPay のポイントが付与されることになります。また、ポイント付与のタイミングは選択したキャッシュレス決済サービスにより異なります。続いて、マイナポイント申し込みにあたってご注意いただきたいことをご案内します。
マイナポイントは一度申し込みが完了すると選択したキャッシュレス決済サービスを変更することはできません。キャッシュレス決済事業者独自のお得なキャンペーンが行われており、今後も新しいキャンペーンなどが発表される可能性があります。マイナポイントの予約を行えば、ポイント取得の権利は確定いたします。マイナンバーカードの取得とマイナポイントの予約はお早めに行っていただくことをお勧めしますが、申し込む際には様々な決済サービスの情報を十分に検討いただいた上で、キャッシュレス決済サービスの選択をいただきますようお願いいたします。選択するキャッシュレス決済サービスの種類によっては、申し込みの前に事前登録が必要なものもあります。マイナポイントホームページにて、申し込みになりたいキャッシュレス決済サービスの詳細をご確認ください。一つのキャッシュレス決済サービスには、一人分のマイナポイントのみ申し込みできます。一つのキャッシュレス決済サービス、例えば1枚の和音カードに2人分申し込むということはできません。また、原則お申し込みになられるご本人名義のキャッシュレス決済サービスにしか申し込みできませんのでご注意ください。ただし、子どもについては親のキャッシュレス決済に申し込みをすることができます。その場合も親が選択したものとは違うキャッシュレス決済を選択する必要があります。例えば4人家族の場合、お父さんはPayPayに、お母さんは楽天エディに、お兄ちゃんはお父さん名義のワオンに、赤ちゃんはお母さん名義のPayPayにそれぞれ申し込むということができ、家族4人で合計2万円分のポイントを得ることができます。もちろん子ども自身でキャッシュレス決済を持っていれば、子ども本人のキャッシュレス決済に申し込むことができます。マイナポイントの申し込みが完了しても8月末までの利用については、25% 分のポイントは付与されません。ポイントは9月から3月までの利用に対し付与されます。ポイント付与の上限は、2万円利用された時の5000円分となっています。付与上限に達した場合、それ以降の利用に対しては、期間内であってもポイントは付与されません。申し込み開始日、ポイント付与のタイミング、受け取り方法、ポイントの有効期限などは、選択したキャッシュレス決済サービスにより異なります。マイナポイントホームページにて、ご自身でご確認いただいた上で、申し込み開始日以降に申し込みしてください。マイナポイントの予約・申し込みの方法について詳しくご説明します。最初にスマートフォンでの予約・申し込みのやり方についてです。事前準備としてマイナポイントアプリに対応したスマートフォンを用意し、マイナポイントアプリをインストールしてください。対応していない機種ではアプリをインストールすることができません。対応しているスマートフォンの一覧は、マイナポイントホームページをご確認ください。マイナポイントアプリをインストールしましたら、まず予約を行います。マイナポイントアプリを起動し、マイナポイントの予約、括弧マイキー ID の発行をクリックします。マイナンバーカードをセットし、次へ進むをクリック。4桁の利用者証明用パスワードを入力し、OK をクリックしてください。その後、マイナンバーカードを読み取ります。マイナンバーカードをセットした後、読み取りが終了するまでカードを離さないようにしてください。
マイナンバーカードのセットの方法はご利用のスマートフォンの機種により異なります。うまく読み取れない場合はマイナポイントホームページをご確認ください。パスワードの確認に成功しましたというメッセージが表示されたら発行をクリック、その後 OK をクリックします。これで予約は完了です。引き続きマイナポイントの申し込みを行う方は申し込みへをクリックします。続いてマイナポイントの申し込みについてご説明します。マイナポイントを申し込む決済サービスの条件を入力し検索をクリック。一部の決済サービスは決済サービスアプリや店頭からしか申し込みできないものがあり、マイナポイントアプリから申し込みできない場合があります。また現時点で申し込みが開始されていない決済サービスは検索しても表示されません。決済サービスを選択し次へ進むをクリックします。利用規約を確認し規約に同意いただける場合はチェックボックスをクリック、その後申し込みへ進むをクリックします。決済サービス ID、 セキュリティコード、任意で電話番号下4桁を入力し確認をクリックします。マイナポイントの申し込み状況をコールセンターにてメニュー画面上部に表示されるマイキー ID とここで登録する電話番号下4桁で確認できます。内容に誤りがなければ申し込みをクリックします。申し込み確認ダイアログで OK をクリック。マイナンバーカードをセットし数字4桁の利用者証明用パスワードを入力し OK をクリックするとマイナポイントの申し込みは完了です。マイナポイント申し込み完了画面下部よりマイナポータル利用者登録、マイナンバーカード健康保険証への一括利用申し込みができます。マイナポイントアプリを利用したマイナポイント申し込みの場合、マイナンバーカード健康保険証利用の一括利用申し込みができます。令和3年3月からマイナンバーカードの保険証利用が順次始まります。国保、社保、共済などすべての保険が対象です。今までの保険証も引き続き使用できますが、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずに受診できるようになったり、手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になるなど様々なメリットがあります。受診する際はご自身でマイナンバーカードをカードリーダーに読み取らせるため窓口で預かることはなく安心してご利用いただけます。マイナンバーカードの保険証利用には事前申し込みが必要です。今後必要になる手続きですので合わせて申し込みすることをお勧めします。次にマイナポイント手続きスポットでの予約申し込みについて説明します。郵便局やコンビニ、携帯ショップ、イオンなどでもマイナポイント予約申し込みのための端末が設置されています。都城市内に設置されている手続きスポットは記載の通りです。お近くの手続きスポットをぜひご利用ください。手続きスポットの一つ、コンビニのマルチコピー機での予約申し込みの方法についてご説明します。各コンビニのマルチコピー機で行政サービスを選択しマイナポイントを選択してください。同意画面で注意事項を確認し同意するを選択したらマイナンバーカードの読み取りを行います。
利用規約を確認し、規約に同意いただける場合はチェックボックスをタッチし、申し込みへ進んでください。次に決済サービスを選択します。決済サービスの利用規約への同意と入力方法を確認し、申し込み情報の入力をします。申し込み情報に誤りがないか確認してください。数字4桁の利用者証明用パスワードを入力したら、マイナンバーカードを取り外します。置き忘れ等ないよう十分にお気をつけください。その後、問い合わせ用の電話番号下4桁を入力します。申し込み内容を確認し、申し込み終了となります。最後に、都城市役所支援ブースでの予約申し込みについて説明します。都城市役所では平日の9時から17時まで無料で支援を行っています。予約のみの支援も行っておりますので、ぜひお越しください。申し込みを希望される方は、選択するキャッシュレス決済サービスを決定の上お越しください。申し込みされる際、必要な情報が不足する場合、その日の申し込みはできません。事前の準備や確認が必要なものは、準備をお済ませいただいてからお越しくださいますようお願いします。これでマイナポイントについての説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。